皆さんこんにちは。私はピーター鈴木でございます。ピーター鈴木の横丁話と称して、日本の音楽界に関係のある、内外の方々との個人的なエピソードをお話ししております。今回は先月号に続いて、ローランドの創業者の架橋さん、架橋育太郎さんとのエピソードをお話をしております。前回までいろんなアイデアを彼が言い出して、音楽家とのアイデアとかですね、それで結局映像と音楽ということで、芭蕉の奥の細道、これを音楽を作られた柏木先生という作曲家がおるんですが、その映像を架橋さんが作ってくださって、私がアーティスト浦山純子さんというピアニストが演奏すると、そういうようなコラボレーションが、これみんな無料奉仕なんですよ、で行われたと、こんなことなんです。でその後も実は架橋さんが、東京に出てくるたんびに、電話があるんですね。で突然電話があるもんですから、たまたまいれば飛んでいくことになるんですね。でホテルに滞在されているホテル行って、お茶を飲みながら2時間3時間平気で話をするんですね。結構お年です。当時ですら80を過ぎて、で酸素ボンベをこうやって鼻にこう酸素を入れながら、朗々と話をするんですね。でそれがしかも新しい話なんですよ。でその私はこういう技術でこうやるんだって言われてもわからないんですけど、音楽に関しては話ができる、企画ものになると話ができる。彼は映像と音楽というのを先月号でお話ししましたけども、ローランドの V ピアノっていう、で電源が見えないでどこにでも置いてあるようなグランドピアノ型の、があるんですね。これちょっと遠くから見ると生ピアノ、アコースティックピアノを置いてあると思うんですけど、これは電子ピアノ、 V ピアノっていうんですね。画期的なピアノでした。鈴木さん、電子ピアノのコンクールやろうよとこう言うんですね。で私は部下じゃないですからね、スタンウェイの生のコンクールは世界中で国際コンクールやってスタンウェイ使ってもらえますから、その話なら乗るんですけど、電子ピアノのコンクール鈴木さん一緒にやろうよと言われても、うーんとこういう感じですよね。でも彼はね、アイディアをこう言ってみて、それで反応を見てるんですね。これはね、素晴らしいところですね。社内の人間とか社外の人間っていうのはあまり彼の頭の中には区別がないんです。ともあれ、アイデアをぶつけてこう乗る人もいるし、違うよと言って建設的な意見を、逆に否定的とはいえ建設的な批判をしてくれる、これも彼としては生きていくんですね。ですから電子ピアノのコンクールやろうよと言ったりですね、それから、これもちょっと余談なんですけど、これミュージックトレードっていう雑誌が実はあるんです。それに私が日米ピアノビジネス今昔物語というんで12回に分けて、アメリカと日本の業界の話を したんですね。なぜこれを言い出したかっていうと、これを毎月こう彼は読むんで、しかも架橋さんだけなんですね。読んだよって言ってくれる人はいくらでもいるんですけど、この中身のここのところを綿密に言い出して話を盛り上げてってくれるのは架橋さんですね。毎月毎月
いやー、例えばドクタームービーの話もこの中に出てくるんですけど、そうすると彼はそこから話が、いかに彼はドクタームービーを知っているか、うんぬんと、まあ、これは最初の時はブルース・スティーブンスというあの、まあ、スターウェイの社長ともっと前に会った時の話を実はしてるんですけど、まあその話だけども永遠と加計さんも知ってる人なんあの言い出すしというんで、彼のアンテナっていうのはいろんなところにこう行くんですね。でこれはちょっと余談になってしまいましたけども、さあさっきの話で電子ピアノのコンクールをしたらどうだろうと、まあこういう話がありました。で、私は生ピアノの話なら乗れたんですけど、電子ピアノの方で、実は私はあの昔ヤマハにいた時にエレクトーンコンクールっていうのを第1回第2回をプロデュースしたというかですね、ヤマホールというところでやったんですけど、その頃はエレクトーンっていう楽器が世の中にこう広まっていって、それでまあコンクールをやって、まあ、広めていこうという、まあ、川上源一さんという当時社長の命であのやったんですけど、まあ、その時私はあの若造で、これエレクトーンのコンクールって言って販売促進のためのコンクールならあんまり面白くないなと実は思ったんですね。これは電子楽器、電子オルガンなんですけど、エレクトーンというのはそうです、これはピアノにはできない、音楽が作れるんです、であのオーケストラの楽器もできるし打楽器もできるし、いろんな音色が違ったり楽器を変えたりすることができるんですね。ですからこれはひょっとすると全然ジャンルの違う新しい音楽を作り出せるんじゃないかと、それならものすごく興味があるなと。ですからエレクトーンコンクールという名前はそうするけれども、全然新しい音楽分野のコンクールにしようかなと実は思ったんです。ところが転勤、サラリーマンというのは転勤していっちゃうもんですから、アメリカ行けっていうのに転勤しちゃったんですね。でその話を実は掛橋さんにしました。せっかく電子ピアノでコンクールをやろうというんだったらば、私は門外漢だけれども、その電子ピアノのないしはそれに付随した全然新しい音楽分野のコンクールをしたらどうですかと。でこういうことになったら、これまたね、掛橋さんってすごいところでね、それはね乗るんですね。で乗られるとやらざるやなくなるんですね、こっちも。ですからこれは社員じゃないんですから、これは完全ボランティアなんですけど、そうすると彼はまあ一方で映像も考えようとするもんだから、鈴木さん、 NHK の浅井さんという人にもうすでに電話してあるから、そのアイディアでちょっと別なその分野をあの検討会始めてくださいと。ローランドの音楽財団みたいな芸術財団っていうのがあるんですけど、そこに大村さんという専務理事がいる、それを一応コーディネーターで派遣しますから、鈴木さんのアイデア、浅井さんのアイデア、それからそのコンクールっていうのは社会性がなきゃいけないから、もうちょっとその社会性のあるものを入れて、ともあれあのこうまとめてくれませんかと、こういう話になっていくんですね。これは全然ありゃっていうぐらいにこううまく丸め込まれるというか、参画させられて、それで日曜文化協会って、これあの日本とオーストリアの文化協会、岩田さんっていう常務理事がいるんですけど、岩田さんにこういうコンクールやろうとしてんだけどって言ったら、あ、鈴木さんそれ僕も乗るよとこう言うんで、その少し社会性のある団体も入ってきて、で
なんと何回も何回も東京で実は打ち合わせをしたんです。で、私は、まあ、半分まとめ役みたいになるんですが、名前まで付けました。 NVMC New Value Music Competition、 新しい価値の音楽のコンクールと。僕が意図したのは、筧康さんの映像と音楽、電子ピアノとかなんか電子的なもの、それから私が思っていた抽象的な、音楽を弾くと抽象的なイメージがどっか出てくるような、というような複合的な新しい分野、新しい音楽分野の、まあ、コンクールやろうと。実はこうやって企画としてはまとまりかかったんですけど、これをやめるっていうのも早いんです。またこういうところはね、やっぱオーナーっていうのはすごいんだ、はい、でこれはちょっと横にどけといて、筧康さんはそれをまたアイデアとして受け取ったんでしょうね。映画監督に大林監督って有名な方がいて、まあ、亡くなりましたけど、大林監督にその話をどうもしたらしいんですね。で大林監督が乗っちゃって、これまたなんか大林さんは大林さんなりの映画の方からの主題からアプローチが始まりだして、さあもうだんだんどうなっていくかと思われるようなことになっていくんですね。一方で浦山純子さんというピアニスト、これ一回ピアノで芭蕉の奥の葉その道のパラプライズっていう曲を弾いてるんですが、これを今度 V ピアノでやろうというんで、実は浜松に一緒に行ってもらいました。でこれ V ピアノです。ローランドの V ピアノを勉強してもらうというか、操作をしてもらうという技術の人で、こういうことができますよということを勉強してもらったんですね。まあ、これは専務理事の大村さんって、さっき申し上げました大村さんと浦山純子さん、私、この工場の本社の工場の裏の湖面に面したベランダです。まあ、こんなことで浦山さんは一生懸命 V ピアノの勉強をして、で大村さんは、まあ、筧さんとか鈴木さんの
夢が大きいもんですから、大村さんは専務理事ですからもうちょっと具体的に行かなきゃいけないっていうんで、渋谷のホールを押さえちゃって、2013年、まあ、3月7日だったんですかね、これ2013年3月7日これはですね、音楽と映像、そして場所を俳句とのコラボレーション、これは NHK の浅井さんがDVD に作ってくださったんですね。大林監督は出てくるし、まあ一応形としてまとまったのはこういう形なんですけども、一方で、2013年のこれ3月7日なんですが、掛橋さんはグラミー賞、テクニカルグラミー賞を受賞されたんですね。MIDI という、これはまあ次の号ぐらいでお話ししますが、MIDI というシステムを作られて、しかもそれは特許なんですけど、特許は開放しちゃったんですね。誰でも使えるように開放しちゃって、これをパブリックドメインっていうんですか、 PD にしちゃったんですね。ですから掛橋さんは一切特許料は入ってこないんですけど、そのために、いろんな例えばシンセサイザーをキーボードで鳴らすこともできるし、キーボードで弾いたものをすぐシンセサイザーに入れて、コンピューターに入れて楽譜に落とすとか、そこから編集するとか、そういうこのコネクターですね、これは MIDI っていうんですけど、それを共通にしたんですね。こういうすごいことをやったので、グラミー賞、テクニカルグラミー賞を取った。そのグラミー賞を実はステージに置いてあるんですね。で、第一部は大林さんと掛橋さんがその話をして、それから二部になって浦山純子さんがなんと17曲全曲をまあ、和服を着て V ピアノでやったんですね。まあ、これが一つの形になった、まあ、映像と音楽というかですね、そういうことです。これは2013年3月7日で出来上がったものです。これで今日はちょっと最後に知り切れと思うみたいですけども、映像と音楽という形で具体的にはこういう形ができました。残念ながら大林監督も亡くなりました。掛橋さんも実は亡くなったんですね。ですからこれはもう遺産みたいなもんですけど、こういう形で出来上がりました。まだ来月後続きますので、ぜひお楽しみください。今日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございます。